自分の気持ちの中でなんかこう気持ちで戦うっていうのが初めてしたかなっていうのは思いました。はい。リング上でもなんか今日の試合は力みがあったってことを打ち分けてましたけど、その力みがあの今日の試合に繋がってしまったって感じ。まあそうですね。めっちゃ力んだっすよね。もうまあ状況も状況だし、で相手も相手だし、どうかもう作戦とか本当考えてなくて、でね、あの風間はもう前に出てくる選手じゃないですか。だから俺もちょっとそれに、まあ、答えるじゃないですけど、まあ、それがやっぱこうあんま自分の中で噛み合わなかったなっていうのはあったっすね。はい。実際に練習ではない実戦の風間選手ってのはリング上で対峙っていかがでした？まあそうですね。なんか僕がそのなんだろう、こう、まあ、いつもと違う動きをしてたっていうのが一番大きかったなとは思いますし、うん、やっぱ強くなってましたよ。うん、強かったですよ。具体的に言うとどの辺にその強くなってたっていうのを感じたんですか？まあ、やっぱこう前に出る気持ちとか、うん、まあやっぱなんかこう思いのこもったパンチみたいな、うん、その気迫ですね。はい、良かったですね。あと風間選手のセコンドについていた那須川博之代表の存在というのは試合中いかがでした？やっぱこういつも見慣れてるというか、まあ見慣れてるじゃないか、いつもその自分の近くにいる声があの相手だったんで、なかなかこう新鮮だったというか、うん、考える暇もなかったというか、うん、なんか変な感じでしたね、ずっと。はい。戦いづらい部分というのはありませんでした？めっちゃ戦いづらかったっすよ。うん、なんか見慣れた顔が、ね、隣というか相手サイドに全員いるし、うん、すごいそれはあったっす。試合後、那須川代表から何か言われたみたいですけど。まあ、そうですね。まあ、本当、ね、なんだろう。まあ、ちょっと、まだ気合い入れてやらないとダメだぞ、みたいな、うん、話はしましたね。私は、リングサイドで写真撮ってたんですけども、はい、あのお父さんがですね、結構、その、天心選手に対して、あんちなんか汚ねーよとかみたいな、結構、やじではないけど、はい、結構、厳しめの言葉を言ってたんですけど、はいはいはい、それ、どう思われたんですか？いや、どう思ったっていうか、いや、まあ、それはね、こう、なんだろう、やっぱ、力んだっすよね、それに。無だとは思いましたけど、やっぱなんか身内が一番ね、会話してる人がそういうこと言ってるじゃないですか。やっぱ心を揺さぶられますよね。うわうめえなと今思いますね。作戦だなっていう思いました。結構動揺しなかったかっていう感じ。まあ、動揺はしなかったですけど、全然いけるっしょみたいな答えちゃったっす。まあその気でいたんで最初から。あったっす。だから今までのなんか見たことないスタイルだったと思うんですけど、まあ、いいところでもあり悪いところでもありじゃないですか。はい。あとあのセコンドに朝倉未来選手が入ってましたけど、はい、どんなこう指示があったりしたんでしょうか？そうですね、未来さんはあの蹴りをちょっと中心に言ってくれて、あのもっともっと蹴った方がいいよみたいなのアドバイスをずっとしてくれてたんですけど、なかなかその、まあ、それで蹴ろうとは思ってたんですけど、やっぱり力みが入ってちょっと一定こう遅れちゃったりとかっていうのはあったんですけど、でも的確にアドバイスしてくれました。本当に心強かったです。これああいう、まあ、ニクル選手みたいな人がセコンドにいると自分としてもこう安心安堵感っていうのはあったんですか？まあそうですね、あのなんだろう、こう試合前とかにあの相手の分析とかもしてくれたし、結構その弱点とかもなんかあの研究してくれてたんで、非常に心強かったですね。はい。セコンドの、まあ、朝倉未来さんなんですけど、今回は、まあ、すごく大事な舞台についてもらったっていうことですけど、まあ、どういうふうに口説き落としたのかなっていう、そこを種明かし。どういうふうにというか、まあその一回スパイングでコラボしたときに、で、あの、まあ、セコンド誰ですかみたいな感じで、で、いや、まだ決まってないんですよねって言ったら、そしたら、あ、じゃあ、俺つくよみたいな感じで言ってくれて、つこうかみたいな提案してくれて、で、ちょっと、ありがとうございます。なんか本当、なんだろう、僕のライズの最後なんで、なんかそれに本当、こう、花を添えてくれたというか、うん、なんか、そういう、なんだろう、まあ、本人はそういう感じで言ってはないですけど、なんか、そういう、こう、息のいい感じで言ってくれたんだろうなっていうのを僕は捉えましたね。はい。
逆にこう天心さんがミクルさんのセコンドに付きたいなみたいな。いやでもエベエベなんでちょっとわかんないですよね。まあ打撃だったら全然アドバイス、僕もあのねこう練習した時とかに、あこれこうじゃないですかとか言ってあそこだねみたいな会話するんですけど、エベエベだとちょっとわからないんで、そこはどうなのかなちょっとわかんないですね。6月 の、 あの一戦はセコンドはまた会長になるのか、またミクルさんにやってもらうのか。いやそこは会長に、うん、はい、やってもらいます、はい、またでも公開的でしたけど、もう次はもう仲間なんで、はい、また 気合い入れて、はい、気持ち作っていこうかなと思ってます。試合終わりにビデオメッセージで、三浦和也選手だったり矢沢永吉から、メッセージ届いたんですけど、その感想、いやめっちゃびっくりしたっすね、矢沢さん。いやーちょっと本当に、はい、いやマジでびっくりしたっすね。いや本当それしか出ないっすよ。知らなかった？うわと、いや知らないっすよ、はい、教えてないっす。なんかうわ矢沢だと思って、矢沢が話してる、俺に話してると思って、いやちょっとさすがにびっくりしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今大きく深呼吸何度かしてましたけど、はい、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、大丈夫。すごい悔しいですけど大丈夫です。はい。判定が出た後、ロープをものすごく叩いて返し張ってる姿が印象的だったんですけども、はい、はい、あの時の心境というのを聞かせていただけますか？いや、もう分かんないんですけど、いつも試合後のことはあんま覚えてないんですけど、多分とかもすごい悔しかったですね、うん、悔しいしかなかったですね、はい。実際に試合で対峙した那須川天心というのはやっぱり練習の時に対峙した那須川天心と違いましたね。いや、やっぱりでも世界最高峰やなっていうのはやっぱ肌を、ね、実際のそのリングの中で戦ってみてやっぱ感じますよね。すごい強かったです。はい。今日は具体的にどんな作戦で臨んだんですか？まあいろいろありますけど、まあでも相手にペースを、まあ一番はあれですよね、相手のペースにならないっていうところですよね。あとまあ距離で、まあフェイントとかうまいから言い出したらキリないんですけど、うん、なんかいろいろやってましたね、うん、すごいやってきましたね。その作戦、三段を通してだいぶ、はい、うまくいった場面もあったんじゃないですか？そうです、僕の中ではやってきたことが出てるままだ、やったばっかやからなんともあれやけど、でもやってきたことは確実に出てると思います。はい、やってきたことを無駄には してないとは思いますね。はい。3ラウンド終わった時点で、はい、ご自分では判定はどうなるっていうふうに思いました？僕の中では、まあ、延長かなって、延長もあるんかなっていうふうには感じたんですけど、まあそれはもう言い出してもね、もうプロのジャッジはね、つけてくれはったから、もうそこはもう何もないです。もう出た結果だけなんで、うん、はい、何も思わないです。今日の一戦を今後にどう生かしたいと思いますか？いや、もう負けたくないですね。もう負けんのはほんまに悔しい。もうね、俺もなんか勝って、世界変えると俺も本気で思ってたから、なんか、うん、すごい悔しいなって思いますね、うん、単純に。すいません。わかりました、ありがとうございます。最初に天心選手がこう、はい、飛び蹴りをしてきたり、はい、あの時はどう思ったんですか？いや僕なんかね、後付けとかじゃなくて、直前に会長と喋ってて、来るぞみたいな、いやほんまやったんですよ、マジで。もう来るかもしれんから絶対気ぃつけろっつってあったんで、全然まあ、あ、ほんまに来たって思ったんですね。で意外と冷静やったんですね、うん。あと私ちょっとリングサイド写真撮ってたんですけども、はい、天心選手入場の時になんかこう一人でこう集中をしてる感じ、はい、あの時はどう思われたんですか？あーでもね、なんかね、それあんま覚えてないんですけどなんかいやでもずっと思ってたのは、ほんまにマジで勝つってことしかなかったです。もうこのね、試合決まってからもうそのことしか考えなかったんで、もう朝起きてから寝る時まで
あそこの作用の中で僕が立って笑ってるっていうことしか考えなかったから、うん、勝つだけですね、うん、あと最後一つ、あの、はい、この試合で得られたことは何でしょうか、はい、でも、なんやろ、この試合で得られたこと、何も怖くないなと思いました。そのこれを乗り越えたから、うん、多分自分の中で多分またその実感は分からへんけど、多分すごい成長したなと思いますね。その精神的にも、まあ、技術はもちろんなんですけど、もう仕事もやったんで、うん、なんかもう怖いもんないかなって思いますね。勝ちたかったですけど。はい、ありがとうございます。他ございますか。はい、少々お待ち。試合後、2人の会話があった後に加賀谷選手投げ飛ばされて、はい、天心選手怒鳴ってるように見えたんですけど、あれは2人どういうやり取りがあったんでしょうか。全然覚えてないです、すいません。あのそれも言われたんですけど、あの控え帰ってから何喋ったんって言われたんですけど、全然記憶にないのですいません。ごめんなさい。いいですか。はい、じゃあ、もうプロモーターとしてのエピソード1は終わったと思うんですね。次はエピソード2として、今回活躍した選手たちをどんどん輝かしていきたいと思っております。はい、メインが終わった後、那須川選手と一緒になった時、伊藤代表もちょっとうっすらと涙が見えたような感じがあったんですけど、その時はどんな感情が芽生えたんでしょうか。あの実はね、もっとね、僕リングで上がったら泣くかなと思って、一番涙出たのはね、入場でした。ああこれで最後なのかな、で終わったらどうなのかなと思って、もっと号泣するのかなって思ったら、あまりもな、まあ無事に送り出してよかったかなっていう思いと、まあ天使に話したのは、お前これじゃダメだぞ、ただ俺にとって天使はライズファイターであり、ずっと何ですかね、師匠であるから忘れるんだよっていうのを一言言わせてもらいました。はい、まあ片選手からその6月のイベントに向けて、まあ、こういう選手と戦いたいというアピールがありましたけども、そのアピールを受けて伊藤代表としたらそれぞれの希望を実現させていきたいと思いますか。そうですね、まあこれまで実行委員会の中で話し合わないといけないんですけど、僕の中で推薦したいのはそうですね、中村寛、ヤーマン、山田康生、まあ、カイトは前シュートボクシングさんの選手なんで、もちろん多分そちらからだと思うんですけども、シロー、鈴木雅彦、原口健人、まあ、それ全てね、決まるか分からないんですけども、実行委員としてこの選手を提案したいです。また若手のねアンダーカードがあったら日立も入れたいですし、ここら辺の選手は僕から実行委員として推薦させていただきたいと思います。